どうも皆さんこんにちは。非常に残念で、東京地裁で憲法判断をしないで棄却というのは、今堀先生、堀弁護士から報告がありましたけれど、本当に残念です。憲法違反が明確なのになぜその判断をしないのか。でもこれにくじけずに、秘密保護法の問題点ははっきりしていますので、頑張っていきたいと思っています。戦争法案の審議の時に、中谷防衛大臣は国会の承認において秘密保護法が適用されうると答えました。ということは、戦争法の国会承認の時に重要なことが何もなくてか、重要なことを日本政府が知っているかどうかは別にしても、国民に対して開示をしないということが本当に起きるというふうに思っています。ですから、戦争法案の前に秘密保護法を成立させたことは、私はとても意味があると思っていて、秘密保護法をやって戦争法案になったと。戦争は嘘と捏造から始まる。シールズの人たちが自由と民主主義のための緊急学生行動と言っていますが、まさに自由と民主主義が秘密保護法以来とりわけ制限される時代に私たちは生きていると思っています。でも、情報開示せよとか明らかにせよとか、隠すのはおかしいということで、まさに現場の力と、そしてこの法律がやはり違憲だということと一緒にですね、戦っていきたいと思っています。戦わなければ弾圧やいろんなことも起こり得るかもしれない。で、弾圧を起こさない一番の方法は違憲だと言い、みんなで力を合わせて戦い抜くことだというふうに思っています。裁判をやってこられた皆さん、そしてそれを支援された皆さん、憲法判断しないという結果には残念ですが、でもまた頑張って、この自由と民主主義を制限する秘密保護法と戦争法案廃止できるように、共に頑張っていきましょう。また現場の力で、さまざまな力で押し返していきましょう。その立場で私も頑張りたいと思います。ありがとうございます。